スバフォローズのゲームです。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。エースを出しているという以上、この試合絶対に負けられませんね。エースで負けるとチームの流れが悪くなりますから、今日は絶対勝ちたいですよね。そうですね、エースの好投に期待しましょう。まずはホークスのエース千賀がヤフオクドームのマウンドに上がります。エースの立ち上がり注目です。福田が打席に入ります。さあ注目の立ち上がりです。これが初球、最初は変化球できました。2球目打ちました。サード取った、アウト、ワンアウト。バッターは2番に入っている大城。千賀、まずは先頭バッターを打ち取っています。アウトコース打ちました。ファーストが取る、一塁そのまま入ってアウト。バッターボックスには指名打者のメネセス。ツーアウトランナーありません。この回の千賀3球でアウト、効率のいいピッチングです。そうですね、まあ省エネでねピッチングできてますからね。はい、さあ次のバッターはどうなるか。空振りになります。ノーボールツーストライク。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。この回バファローズ3人で攻撃を終えています。赤星さん、序盤の攻撃、特に大事な点はどのようなところでしょうか。一回り目で先発投手をどこまで攻略できるかですよね。なるほど、先制パンチを相手に繰り出すことができるかという点ですね。バファローズマウンドに上がるのは先発のアルバース。さあホークス打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。バッターは釜本、相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。空振りです。膝元インコース、あっという間に2ストライクです。打ちました、左中間に落ちました。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー一塁です。さあ一塁に先制のランナーを置いています。バッターボックスには牧原。ここは送るんじゃないでしょうかね。なるほど、そうですか。走ってきた、キャッチャー送球してタッチアウト、盗塁失敗。積極的に狙っていったんですが、ここは阻止されてしまいました。いやー、これは残念でしたね。赤星さん、これでランナーがいなくなってしまいました。大事な先制のランナーだったんで送ってもよかったかもしれませんね。なるほど、そうですか。さあ勝負してくるのか。バットに当たりません、三振。ツーアウトになりました。バッターは3番今宮。ツーアウトランナーありません。先発ピッチャーアルバース、そしてキャッチャーは若月。このバッテリーをホークス打線がどう攻略していくか。さあ初球は何か。初球ストライク、ファウルになります。打った、センターに大きな打球、伸びていく、どうだどうだ、追いかけますが頭を越えました。ランナーが出ました、ソフトバンクホークス。ツーアウトランナー一塁。まあここは長打を警戒して低め低めで来るでしょうね。ああそうですか。
真ん中見送ってストライク。低めのボール入りました。ワンボールツーストライクです。引っ張った。これはファーストライナー。ランナー出ましたがホークス得点はありませんでした。2回表に入ります。バファローズの攻撃、打席には4番バッター吉田。ホークス得点に動きはありません。0対0で2回を迎えています。さあ里崎さん、まだ序盤ですからね、ここからですよね。まあバッターもまだ様子見ている段階でしょうからね、2巡目以降どう抑えていくかでしょうね。なるほど。さあここからどう抑えていくかも注目です。まあここはボールになることを恐れずに厳しいところに投げたいですよね。なるほど。2球目打ちました。ヒットになった。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスロメロ、ヒットでランナーを1塁に置いています。最初は変化球できました。ここはゴロを打たせてゲッツーを取りたいですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。さあ外してくるのか。変化球で空振りを取ります。ワンアウトです。バッターボックス小田、ワンアウトランナー一塁です。アウトコース打ちました。これはショートライナー。バッターは7番に入っている T 岡田。2アウトになっています。初球は際どいところに来ました。ストライクです。スピードボールを持っています。これが2球目。ストライクを取ってこれで追い込んだ。空振り三振。ボール球に思わず手を出してしまいました。ランナー出ましたがバファローズ得点には至りませんでした。0対0同点です。2回裏に入ります。ホークスの攻撃、バッターは DH デスパイネ。ホークス0対0で迎える2回の攻撃です。さあ赤星さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。そうですね。やはりまずは先制点だと思うので、ここは塁に出たいですよね。そうですね。いいところに決めましたね。アウトローの変化球、キレがあります。低いところへ決めてきました。ワンボールツーストライクと追い込みました。4球目は何で来るか。見逃して3。バッターは6番松田アルバース。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球は何で来るか。初球打ち、このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁です。バッターは7番に入っているグラシアル。ヒットでランナーを一塁に置いています。追っつけて打ちました。これはどうか。このフライはどうだ。落ちるか。ライト掴んで2アウト。バッターボックスは8番内川誠一。2アウトになっています。際どいコースに送ってストライク。インサイドファールボールです。打ちました。セカンド飛びつく、取った。アウト。ファインプレー。ランナー出ましたがホークス得点には至りませんでした。2回終わって0対0同点です。3回の表バファローズの攻撃、
バッターは中川。ホークス得点に動きはありません。0対0で3回を迎えています。1球目は空振りです。スピードボールを持っています。内への変化球は決まりません。低めに来ました。ワンボールツーストライク。これが4球目。振っていきましたが三振。まず一つアウトを取りました。バッターは9番に入っている若月。千賀、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。最初は変化球できました。さあ2球目は何か。打ちました。取りました。一塁送球、ツーアウトになりました。打順はトップに帰って福田。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。最初は変化球できました。ボールになります。次が2球目。低め。いいところへ決まります。ワンボールツーストライクです。中への変化球外れました。インサイド落ちました。これはどうか。ショート取った。一塁アウト、スリーアウトです。この回バファローズ三者凡退です。0対0同点です。赤星さん、早めに両チーム点を取りたいところだと思うんですが、いかがですか？まあそうですね、やっぱり先に主導権を握っておきたいですからね。そうですよね。そのあたりどちらが流れをつかむんでしょうか？打ちました。ボテボテ。ピッチャーが取る。アウト。ワンアウトです。打順は1番に帰ります。バッター釜本。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。まずはワンアウトを取っています。2球目は何で来るか。いいストレートですよね。はい、低めストレート、空振りでストライク。ノーボールツーストライクです。これが3球目。打ちました。大城、アウト。際どいタイミングでしたが一塁アウトです。バッターボックス牧原。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミングが取れてない感じでしたよね。ここは狙い球を絞っていった方がいいかもしれない。2球目打ちました。ショートうまくさばいて一塁アウトで3アウトチェンジです。この回ホークス3人で攻撃を終えています。3回終わって0対0同点です。里崎さん、さすがエース、立ち上がりしっかりと0点で抑えてきましたね。まあそうですね、立ち上がりを含めて序盤はさすがという投球内容でしたね。そうですね、このゼロ更新どこまで続けることができるんでしょうか。2球目打ちました。大きな打球になった。さあどうだ。左中間を深々と破るヒットになりました。バッターランナーは2塁まで進みました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー2塁です。厳しいコースには行ったんですがうまく打ち返されました。ツーベースヒットが出ています。まあコースも悪くないんですけどうまく打たれたって感じでしょうね。さあそしてバッターボックスにはメネセスが入ります。さあ得点圏には先制のランナー。まあここまで両チームゼロで来てるんで先制点は重要になってきますよね。なるほど、そうですよね、はい、初球はストライク。ストレートが決まっています。インコースへのボール、これは空振りになります。ストライクを先行させていきます。追い込みました。このピンチ空振り三振に切って取りました。まず一つアウトを取りました。素晴らしい投球を続けています。
里崎さん、ハイペースで三振を積み重ねてますけれども。そうですね、まああまり飛ばしすぎてもね、後もありますしね、ええ、バッターが二回り目になってからがまた勝負ですね。なるほど。さあこの後も好投が続くんでしょうか。インサイド打った、サード正面掴んだ、バットランナー挟まれた、アウト、そのままタッチしてツーアウト。さあ先ほどのシーン、リプレイでご覧いただきましょう。先制のチャンスがあったバファローズですが、そのチャンスを生かせませんでした。0対0、両チームまだ無得点です。ソフトバンクホークス4回裏の攻撃になります。今宮がバッターボックスに入ります。先ほどのヒットはナイスバッティングでした。ライト方向を流しました。これはどうだ、一二塁間を破る、これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。このランナーをどう生かしてくるんでしょうか。厳しいコースだったんですが、うまく打ち返しました。いやナイスバッティングですね。うまくバットが出てましたよね。バッターボックス柳田、先ほどの打席はファーストライナーに倒れています。前の打席はアウトになりましたけど、ライナー性のいい当たりでしたね、タイミング合ってると思うんでね、期待できると思いますよ。はい、期待しましょう。ヒットでランナーを一塁に置いています。いい当たり、これはどうか、ヒットになった。ホークスチャンスになりました。ノーアウトランナー二塁一塁。今のバッティングご覧いただきましょう。見事期待に応えました。いや本当にうまく反応しましたよね。バッターしっかりとつないでチャンスの場面を迎えています。さあホークス一打先制のチャンスです。ここは相手バッテリーがゲッツーを狙ってきますから、ゴロを打たせるようなボールには注意したいですよね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。変化球打った、ショート正面抑えた、二塁送球はどうか、際どいタイミング二塁アウト、アウト、ゲッツーを取りました。さあそして打席には松田が入っています。いい打順なんでここで一気に行きたいですよね。さあツーアウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。なんとかここで先制点を取って主導権を握りたいですね。なるほど、そうですね。さあ外してくるのか、インサイドファウルボールです。のボール打った、さあいい当たりになった、ここはフライになっています。掴んでスリーアウト、先制は許しませんでした。先制のチャンスがあったソフトバンクですが、そのチャンスを生かせませんでした。4回終了0対0、両チームまだ無得点です。5回の表バファローズの攻撃、バッターボックスロメロ、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えておきたいですね。そうですね。ホークス得点に動きはありません。0対0、打ちました、ファウルになります。さあ3球目は何か、際どかったですよね。打ちました、弾き返した打球は右中間へ、この打球はフライになっています。ライトが取りました、ワンアウトです。打席には6番バッター小田、先ほどの打席はショートライナーに倒れています。前の打席は打ち取りましたけど、タイミングは合ってますからね、ここは慎重にいった方がいいでしょうね。なるほど、そうですね。千賀、まずは先頭バッターを打ち取っています。今日の先発ピッチャーはホークスがエースの千賀、そしてバファローズがアルバース、この2人の投げ合いとなっています。変化球空振り、7番バッター T 岡田、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここはさっきの勝負球をどう使うかですよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。ツーアウトランナーありません。変化球を振らせました、ノーボールツーストライク。さあ外してくるのか、いいボールでしたけどね。はい、外のストレートわずかに外れてボール、バットに当たりません、三振、スリーアウト、チェンジ。
この回バファローズ三者凡退です。0対0両チームまだ無得点。赤星さん、そろそろキャッチャーのリードも変わってくる頃でしょうか。まあそうですね、各バッターの狙い球がある程度分かっていれば当然配球も変わってきますからね。はい、そのあたりリードにも注目していきましょう。さあ外してくるのか。変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックスは8番内川誠一。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。アルバース、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。これが2球目、インコース決めました。このカウントは狙うゾーンを少し広げている感じでしょうね。なるほど、そうですか。三振になります。ツーアウトになっています。打順は9番甲斐。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。緩いボール決まりました。ナイスボールですね。はい、アウトコース変化球が決まってストライク。あっという間にツーストライクです。打ちました福田。一塁アウト、スリーアウトです。この回ホークス3人で攻撃を終えています。5回終わって0対0両チームまだ無得点です。ここまでのハイライトです。4回の表、このピンチの場面、ここはしのぎます。先制を許しません。その裏、チャンスの場面、しかし外野へのフライ、なかなかゲームが動きません。今日はコントロールに苦しんでいます。球種の割合はご覧の通りです。ヤフオクドームからお送りしていますゲームは6回の表に入ります。バファローズの攻撃、8番バッター中川。先ほどの高めのボール、ファウルになります。高めのボール、これはどうだ、これはセカンドライナー。バッターボックスは9番若月。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。変化球空振り、ノーボールツーストライクです。変化球で空振りを取ります。打順はトップに帰って福田。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。打ちました。この当たりはどうか、この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。バッターランナーは二塁到達。福田、これが自身本日の初ヒットになります。ツーアウトランナー二塁。さあホークス先制のピンチです。今日初めて得点圏のランナーですよね。落ち着いてしっかり抑えたいですよね。そうですよね。さあそのマウンド上の千賀、この状況にどう対応してくるか。これも初球打ち、セカンド正面取った、一塁アウト、これでスリーアウト。先制のチャンスがあったバファローズですが、そのチャンスを生かせませんでした。0対0両チームまだ無得点です。今日は非常にコントロールが良くストライク先行です。球種の割合はご覧の通りです。6回の裏、ホークスは代打を送ります。川島が打席に入ります。さあ赤星さん、ここは何を期待されますか。まあランナーいませんから、ここは当然出塁することを考えなくてはいけませんね。そうですね、この起用に応えたい。
初球は際どいところに来ました。ストライクです。さあ2球目は何か。ちょっと合わないようです。ノーボール2ストライク。三振です。ワンアウトです。打順は2番牧原。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。アルバース、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。次が2球目。インサイド打ち上げました。弾き返した打球は左中間へ。レフトが取りました。ツーアウトです。打順は3番今宮。今日はここまでマルチ安打を記録しています。今日は調子が良さそうですね。さあここも打っていけるか。ツーアウトになっています。ファウルになります。打ちました。これはどうか。飛びつく、取った、アウト。スーパープレイ。この回ホークス三者凡退です。6回終了0対0。両チームまだ無得点です。里崎さん、さすがの安定感でこの7回迎えています。まあそうですね、まあ、ここまでは本当に安心して見てられるような投球内容ですよね。そうですね、この終盤もピシャリと抑えることができるんでしょうか。2球目打ちました。牧原が抑えています。ワンアウト。バッターは4番吉田。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。千賀、まずは先頭バッターを打ち取っています。2球目は何で来るか。打ちました。これはどうだ。破りました。センター前。これでマルチヒット。ワンアウトランナー一塁となりました。ここはうまく打ち返されてしまいました。バッターは5番ロメロ。先ほどの打席はライトフライに倒れています。先ほどはアウトになりましたけど、あわやというような当たりでしたからね。ここは長打を警戒しておきたいですよね。はい、そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。ここはゲッツーを取りたい場面ですよね。なるほど。さあそういった、はい、センターへ持っていった。これは大きい。先制なるか。抑えてツーアウト。中継にボールが送られる。ツーアウトランナー一塁と変わります。打順は6番小田。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここはさっきの勝負球をどう使うかですよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。ツーアウトになっています。空振りになります。あっという間にツーストライクです。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたがバファローズ得点はありませんでした。0対0。両チームまだ無得点です。さあそしてここからはラッキーセブン、ホークスの攻撃に入ります。赤星さん、先発ピッチャーのためにも早く先制点をプレゼントしたい。両投手の出来だと1点が勝負の分かれ目になりそうですからね。そうですね、その1点どちらに入るんでしょうか。インサイド落ちました。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。バッターボックスには指名打者のデスパイネ。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですがショートゴロ、併殺打に終わりました。まずはワンアウトを取っています。打ちました。ファウルになります。変化球空振り、ツーアウトになりました。バッターボックスには6番松田。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですがセンターフライに倒れて。打ちました。セカンドが取る。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回ホークス3人で攻撃を終えています。7回終わって0対0。両チームまだ無得点です。8回まで来ました。7番から始まるバファローズの攻撃。バッターは T 岡田。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここは前の打席の配球も踏まえてのリードになりますよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。2球目打ちました。サード取った、アウト。ワンアウト。バッターボックスは8番中川。
先ほどの打席はセカンドライナーに倒れています。さっきはアウトになりましたけど、いい当たり飛ばしましたからね。まあここは注意していかないといけませんよね。そうですか。千賀、まずは先頭バッターを打ち取っています。セカンド取る、アウト、ツーアウト。バッターボックスには9番若月。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えておきたいですね。そうですね。ツーアウトランナーありません。この回の千賀、4球でツーアウトにしています。そうですね、まあ理想的な投球と言えるでしょうね。はい。さあ次のバッターはどうなる。変化球で空振りを取ります。3アウト、チェンジ。この回バファローズ三者凡退です。0対0、両チームまだ無得点です。8回の裏に入りました。7番から始まるホークスの攻撃。グラシアルがバッターボックスに入ります。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。先ほどはバッテリーにしてやられた感じでしたよね。今度はやり返す。インサイド落ちました。これはセンターに抜けました。グラシアル、今日の初ヒットがここで出ました。ノーアウトランナー一塁です。今のバッティングご覧いただきましょう。しっかり捉えてますし、いいバッティングでしたね。さあここでホークス代走を送ります。ファーストランナーは周東。長打でランナーが帰れば先制です。バッターボックス内川誠一。先ほどの打席、最後はランナースタート。キャッチャー送球してアウト。盗塁失敗。俊足のランナーでしたが素晴らしい送球が来ました。ここはスチールを阻止されてしまいました。いやー、これは残念でしたね。赤星さん、今の盗塁どうだったんでしょう。まあいいバッターが打席にいたんで、無理に動かない方が良かったかもしれません。変化球空振り、ツーアウトになっています。9番バッター甲斐。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。アウトコースへ決めました。ノーボール2ストライクです。ここは一気に勝負してくることもありますから、しっかり見極めたいですよね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。引っ張った、これはどうだ。三遊間抜ける。甲斐、これが今日の初ヒット。2アウトランナー1塁。今のバッティングご覧いただきましょう。いや本当にうまく反応しましたよね。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席、最後はファーストランナースタート。キャッチャー2塁送球、アウト。盗塁失敗。これで3アウト。仕掛けていったんですが、スチール成功とはなりませんでした。いやー、これは残念でしたね。この回ホークス結局3人で攻撃を終えています。8回終わって0対0、両チームまだ無得点です。里崎さん、ここまでのピッチング、さすがエースの貫禄を示すような内容ですね。そうですね、もう本当に文句のつけようのない素晴らしいピッチングを見せてくれてますよね。本当そうですね。この後もピシャリと行くんでしょうか。インサイド落ちました。これはどうか。アウト、ワンアウトです。バッターボックスには2番大城。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですが、セカンドゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。これが2球目。外のスライダー、ノーボール2ストライク。まあ次のボールで勝負もありですよね。無理に1球外す必要はないですよね。変化球空振り。バッターは DH メネセス。今日はまだ当たりがありません。ツーアウトランナーありません。打ちました牧原。一塁アウト、スリーアウトです。この回バファローズ3人で攻撃を終えています。0対0、両チームまだ無得点です。こういった
た試合ですと赤星さん、各選手相当集中力が高まっていると思うんですがどうですか？一つのミスでゲームの流れが変わってしまうので相当集中していると思います。そうですよね。そのミスが一番怖いゲーム展開、この後どうでしょうか？アウトコース、ワンボールツーストライク。緩いボールを持ってきました。見逃し三振、ワンアウトです。バッターは2番牧原、今日はまだ当たりがありません。アルバース、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。ファウルボールです。外の球打った、ショートの左、破った、左中間へのヒット、牧原ヒットが出ました。リプレイでご覧いただきましょう。しっかり捉えてますし、いいバッティングでしたね。打席には3番バッター今宮、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。まず何を投げてくるか、空振り。ここはゴロを打たせるようなボールには気をつけたいですよね。なるほど。センターへ、これはどうか、この打球はフライになっています。センターフライ掴んでアウト、ツーアウトランナー一塁と変わります。打席には4番バッター柳田、先ほどの打席はファールフライに倒れています。ツーアウトになっています。タッチもセーフ、左中間へ、この当たりはどうか、この打球は落ちるか、どうだ、ワンバウンドヒットになった、ボールは中継、左中間へのヒット、これでマルチヒット。これでサードまでランナーが進みました。やっぱりね、バットコントロールがものすごくいいですよね。さあホークス、一打サヨナラの絶好の場面です。まあ高打順で回ってきてますから、ここで決めたいですよね。なるほど、そうですね。さあどのような攻防を見せてくるのか、バッターボックスにはデスパイネが入っています。これもアウトコース、これで連続の空振りになりました。攻め切ることができませんでした。最後は三振、サヨナラのチャンスをものにすることはできませんでした。ホークス2者残塁です。ため息に包まれたヤフオクドーム、9回終わって0対0、両チームまだ無得点です。打順は4番吉田。まあ先ほど打たれたツーシームの使い方、工夫したいですよね。なるほど。さあバッテリーとしてはそこをうまく逆手に取っていきたいところ。変化球タイミング合いません。あっという間にツーストライクです。打ちました。ここは打ち上げています。今宮抑えてワンアウト。打席には5番バッターロメロ、今日はまだ当たりがありません。前の打席はちょっとヒヤッとするような大きな当たりでしたよね。ここは慎重に行くべきでしょうね。そうですね。千賀、まずは先頭バッターを打ち取っています。2球目打ちました。ここはフライになっています。取って2アウトです。6番バッター小田、今日はまだ当たりがありません。ここはさっきの勝負球をどう使うかですよね。はい。さあどういうリードになるんでしょうか。ツーアウトになっています。2球目打ちました。これはどうか、ヒットになった。打ったバッターは1塁蹴って2塁に向かう。バッターランナーは2塁到達。小田ヒットが出ます。ツーアウトランナー2塁。厳しいコースには行ったんですがうまく打ち返されました。ツーベースヒットが出ています。いやーコースは良かったんですけどね。
さあ、そしてバッターボックスには T 岡田が入ります。さあ、先制を防げるかという場面。まあここでの失点は勝敗に関わってくると思いますから、絶対に抑えないといけませんよね。なるほど、そうですよね。さあ2球目は何か。外のボール打った、これは大きいぞ。センターの頭上を越えた。中継にボールが送られる。バッターランナーは二塁まで進みました。バファローズついに均衡を破りました。1対0ホークス、なおもピンチが続きます。抑えたかったんですが、この場面で得点が入りました。まあ踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。この場面でタイムリー、非常に痛い失点となってしまいました。ここはこれ以上離されないように注意したいですよね。まあそしてこの場面、相手が勝負強いバッターですから、コースに気をつけてストライク先行でいきたいですね。その警戒すべき中川がバッターボックスです。初球は何から入ってくるか。外159キロ。中へ高めに来ました。ワンボールツーストライクです。さあ勝負してくるのか。空振り、ここは空振りでアウトを取りました。この回点は取られましたが、ここで食い止めました。しかしこの回バファローズついに均衡を破りました。1対0バファローズ先制です。ソフトバンクホークス最後の攻撃になります。バッターボックスは6番松田。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ホークス1点ビハインドでの攻撃です。赤星さん、ここはどうしても塁に出なければなりませんね。まあそうですね。バファローズここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは2番手の吉田。さあまず1球目、インコース決まってストライク。ファウルになります。ここもファウルです。ノーボールツーストライクです。打ちました、高いバウンド、ファーストゴロ。 T 岡田アウト、ワンアウト。バッターはダイソーから起用されている周東。ワンアウトランナーありません。これが1球目、初球打ち、この打球はフライになっています。吉田が掴んでツーアウト。打席には1番バッター内川誠一。今日はまだ当たりがありません。さっきは中途半端なスイングで三振でしたよね。ここはしっかり狙っていきたいですよね。そうですね。ツーアウトになっています。この試合の行方を任されました。まあ1点差は十分に可能性がありますから、ここは最後まで粘らないといけませんよね。はい、さあなんとかしたい。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。内野フライ掴んでアウト。これで3アウト。最後いいところなく試合終了です。ソフトバンクホークス痛い敗戦となってしまいました。里崎さん、最後まで粘りの投球は見せてくれてはいたんですけれども、勝ちにつなげることはできませんでした。まあでもよく一人で投げ切りましたよね。負けはしましたけど、内容的には悪くないんで、次に期待したいですね。そうですね、次の投球に期待しましょう。勝ったオリックスバファローズ、接戦をものにしました。一方のホークスですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはホークス敗れてしまいました。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。
この辺りで福岡ヤフオクドームから失礼します。